このトラックは日産ディーゼルビッグサムです。この車両はビッグサムの前期型にあたりまして、これも車両も同じです。で、この車両はビッグサムの後期型にあたります。全然隣の車両とこちらの車両は全然違います。皆さんお分かりでしょうか。違うところは教えてあげましょう。こちらのやつとこちらにないでしょう。あとこっちのロゴとこのロゴの位置が全然違います。都内を全滅しました。見かけても何もありませんね。まあ見てもこの顔ばっかりでしょうか、この場所でしょうか、全然違いますね。じゃあ見かけたら写真撮ってくださいね。待ってます。